レアルソシエダに所属する日本代表フォワード、久保竹房の今シーズンの輝きは、現地メディアをはじめとする世界中の注目の敵だ。久保はここまで公式戦通算9試合に出場し、5ゴール2アシストを記録している。ナリーガでは7試合で5ゴールを記録している久保は、フォワードロベルトレ・バンドフスキア、アルバロ・モラタラと並び、得点ランクで2位につけている。 クボより点を取っている選手は、ミッドフィルダージュードベリンガムのみだ。米、ESPN では、レアルソシエダにはクボというスターがいる、というタイトルで同選手への称賛を惜しまない。同メディアが注目しているのは、クボが22歳という年齢でありながらも、8つものクラブを渡り、8番目のクラブであるソシエダで輝きを放っている点だ。同メディアは、 短い期間で多くのクラブを渡り歩くサッカー選手は基本的に本来の力を発揮できなかったり、またすぐに他のカイクラブに移籍を重ねていくパターンが多い中で、結果を残している久保を称賛している。2019年にレアル・マドリードに移籍するも、そこからマジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェへのローン移籍を経験した久保。スペインでのキャリアは順風満帆ではなかった。そんな久保だが、 昨年の夏のレアルソシエダへの完全移籍が大きな転機となった。久保は昨シーズン、公式戦通算44試合で9ゴール9アシストを記録。チームのチャンピオンズリーグ CL 出場権獲得に大きく貢献した。